チャンスになりますよ。川村が抜けた、左足振り抜いた、まだボール生きています。川村が体を当ててボールをキープ。強烈なミドルがありました。川村、三原の対応です。つなげという指示が出ています。ここでつないでいくが、奪った、先頭先頭折り返してピーター・ウタカー。さあコーナーキックになります。高い位置で奪ってチャンスになりました。そうですね、ちょっと田中のね、意地なパスミスからピッチを招きましたよね。この長沼と光月という面白いですよね、はい、どちらも積極的に行くタイプのこのサイドの攻防です。バイスが上がっていく、受けに降りた先頭、ワンタッチでバイス、宇高を狙いましたが、さあ先頭広げて光月、中央にはバイスがいる、宇高だ。決定的な場面だったですけどね。フリーのヘディングでした、ピーター・ウタカ、わずかに枠の右です。突きボール上げましたね。ウタカのポストプレー、ウタカからバイス、バイスのシュート、枠に行っていました。ニアサイドだったですけどね、はい、最後は自分でシュートまで持っていきました。京都が何度も攻撃を仕掛けていきます。宇高のポスト、さあ宮吉、宮吉のシュートだー、決めた、京都先制。最後は背番号13番宮吉、宮吉ね、何度も何度も本当に裏を抜けながら、今度はだからポストプレーからですね、ちょっと時間を作りながら、はい、うまくここね、宇高の体の強さを生かしましたよね、はい、角度なかったですけど冷静に押し込みましたね。京都としてはまあ練習通りの形というとあれですけど、狙い通りの形だったと思いますね。はい、チャンスありますよ。福岡が持っていく、福岡、福岡が狙った、決定的なチャンスでした。顔を覆う福岡、ここで茂木に当たったんですよね、はい、森脇に対しては川村、さあ前野です。中央に森谷、ね、森谷のミドル、清水がなんとか触りました。コーナーキックになります。清水のファインセーブ、いやいいシュートだったですよ。前線からいい形で奪って、センターバックは、はい、前野が左サイドバック左になって、まあ今京都の方がパニック、うん、ここのパスはミスになった。先頭をかわしてなんとかディフェンスに入ります。京都としては決めたかった大チャンスだったんですが、最後田中ですか、素晴らしいプレーですよね。田中のシュートブロック、庄司、そして黒木を経由してまた庄司です。その庄司は一気に豊かへ、さあこの1対1、さあ茂木がつくが、豊か自分で行く、うん、そして宮吉ワンタッチ剥がして先頭、先頭から豊か枠の外、豊かもこの表情です。なかなか今日は入らない日ですよね、うん、ここ宮吉ダイレクトで上手かったですね。ここは石光なんとか前線に、そしてここに宇高がいるが、うん、さあ宇高、茂木がついていますが、すキープをする、下がらない方がいいですよ。田中ゴールに迫っていくが、反対手八田から荒木のシュート、そして今のプレーでハンドを取りました、 PK です。アディショナルタイム、京都はペナルティーキックを獲得。あ、さあ宇高、対するは岡本、宇高の PK を止めた、庄司クロスが入って茂木がなんとか嗅ぎ出しました。ここは岡本が素晴らしい反応を見せた。バイスが弾いて
そしてここで試合終了。最後京都はなんとか守りきりました。これでアウェーで勝ち点3をゲット。アウェーでこれが4勝目。宮吉のゴールをなんとか守りきりました。実吉監督のふるさと愛媛で見事な白星です。